お名前はわかります、名前はわかりますけど、お顔がで、このお屋根もそうですね、グレーの、そうなんですか。で、橋本雅也さんの子もやったことがあると。そうです、本当にすごいですね。あ、撮ってますね。大丈夫ですよ、乗せないですから。はい、別に乗せてもらって構わないですよ。この庭園がなんかこう、あ、これすごいですね。この梅と向こうの松は、これ江戸時代に諏訪の殿様がお礼だって言って置いてたやつです。あの灯籠もそうです、奥の引っ張るやつ。でここ商家だったんですよ、はい、すごい、はい、初代の正右衛門っていう人が、はい、で街道沿いで全部この、ここ大沢が流れて橋があったもんで、はい、橋のたもとだから橋本っていうらしいんですけど、橋本の正右衛門だから橋本正也で、諏訪湖をこう船ですぐそこまで諏訪湖だったんですよね、下まで、その辺ぐらいまで、下の駐車場ぐらいまで諏訪湖だったんで、殿様が船でここへお忍びで来たっつって。そうなんですか。そのなんだ、あの殿様の広間も、広間っていうか何間っていうのかな、客間も多分あのここのオーナーに言えば見せてもらえると